八チスカ八だしし、八チスカた1903年2月15日から1953年5月14日は、日本の鳥類学者、家族、公爵、貴族院議員、探検家、飛行家、絶滅超動道研究の権威として知られたほか、沖縄本島と宮古島との間に引かれた、生物地理学上の線である、八チ線に名を留めている。 旧徳島藩主八須賀家,家の第十八代当主として東京に生まれる。おしは椿、後に兜。父、八須賀正明は公爵、貴族院副議長。母筆子は徳川義信の四女。調子と死後はデザイナー。父からは政治家になることを望まれていた。学習院初等科に入った頃から生物に著しい関心を示し、 先輩の黒田朝礼に出会ってから朝類学に、志す。1919年、学習院中等科在学中、日本朝学会に参加。1920年9月に都営。1921年、父の母校ケンブリッジ大学、モードリンカレッジに入学。政治学を治めるという口実だったが、もっぱら朝類の研究に没頭し、大英博物館や、白生展や、 古書店に通い詰める。さらに、銀行家ロスチャイルド家の出身で、絶滅町大図説の著者である動物学者の英国貴族、第二代、ロスチャイルド男爵ウォルターロスチャイルドと交を結ぶ。さらに、豊富な資金力に物を言わせて探検隊を結成し、アイスランドやモロッコ、アルジェリア、エジプト、コンゴ、南米、東南アジアなどを踏破。1928年、 英国から一時帰国中にアリオ人を求めてフィリピンでジャングル探検を決行。卒業論文は法王とは何かで伝説上の霊長法王のモデルを冠無乱とした。留学先ではラスト将軍の孫と呼ばれていた。1928年渡瀬翔三郎と共に日本生物地理学会を設立。同年、 東京帝国大学の松村明から依頼を受け、フィリピン探検である予備と探索調査を行う。ただし、死がマラリアに感染し、不守備に終わる。東南アジアの島々で生物情を調べていくうちに、ウォーレス線と同様の生物の構成が異なってくる、境界を発見、アリオ人への関心は、以後薄れてゆく。1930年、再び等を、 1930年暮れから1931年5月にかけてベルギー政府探検隊のアフリカ探検に参加、日本人として初めて野生ゴリラと対面した。1932年12月31日に父が死去したことに伴い、1933年2月3日知時帰国。1933年2月15日に就職し、貴族院議員となる。 1943年12月9日まで在任。同年10月23日、八須賀家が所有する美術品の大きな売り立て、オークションがあった。これは、八須賀家が北海道雨流郡雨流町で経営する八須賀農場において長年続いたお崎葬儀等による釈材や、正しし自身の様々な道楽による 食材等が重なっての売却であろうと見られている。主な売り立て品は以下。東京三田二丁目、旧三田毛町の敷地五万坪の宮廷の一部は、1950年暮れにオーストラリア政府に売却され、現在中日オーストラリア大使館となっている。1953年、日本生物地理学会の会長に就任。筆の論文、とその一族、または、 マスカリング島の絶滅帳について、1953年を北海道大学に提出、理学博士号を取得したが、間もなく共心症により、熱海市で死去。去年50、墓所は、八須掛歴代の墓所のある、徳島市の万年三墓地。法名は、利光院。蝶類関係の遺品については山品蝶類、研究者などに寄贈。 八チスカ伝来品や正しい品などの一部は、遺族により徳島城博物館、徳島市に寄贈されている。1933年、交際していた女性が自殺未遂を起こした事件で非難を浴びる。自ら資格を取得して飛行機を操縦し、1934年には空路で単身ポーランドに渡るなど、豪快な行動力で人気を集めたが、 派手な女性関係で品縮を買う。同年、財産を秘密裏に、米国に移そうとして、物議を醸したこともあった。1935年に、再び外遊の旅へ出発し、そのまま病気と称して、米国に住み着くも、スピード違反で交流を受ける。その後、帰国して、静岡県熱海市の別荘に居を構えたが、1943年11月30日、 貧困不良をゆえに、区内省から家族礼遇停止処分を受けた。戦争末期には、自家用機で日本脱出を計画して問題となったり、死者区、高辻省庁と共謀して、白金の密輸に関与した角で、検察の取り調べを受けたりするなど修分にまみれ、衆類有借者と嘲笑された。密輸の件では1945年5月10日に、 国家総動員法違反容疑で起訴。1945年7月28日、敗戦直前に借位を返上して、平民となる。戦後は、在米中に結婚したチ恵コ夫人との壮絶な離婚訴訟や遺産相続の揉め事、財宝の行方不明事件、横井秀樹への貸金をめぐる訴訟などで、週刊誌に数多くのゴシップを提供した。 北白川の宮茂久王の第一王女、峰子女王との婚約が内定するも、後にこれは破断となった。昭和14年、1939年3月10日、長峰千恵子、日系アメリカ人、長峰春雪長女、明治42年、1909年1月20日生、平成8年、1996年5月27日没、と入籍。 結婚式の引き出物には、堂々の絵皿が親しい友人に贈られた。長女、雅子、八初須賀家十九代当主、昭和十六年、1941年1月7日生がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。